トークを楽しみです。お願いします。楽しませてもらいます。はい、よろしくお願いします。よく聞くことがあるんですけど、皆さんそのヒット曲を持ってる人って、このヒット曲はいつでも書けるんだよと。うん、だけどいつでも書けるからそういう曲は書かないんで、今回はこういう曲を書いたんだみたいな話をする方が多くて、そういうことってなんか自分の中ではどういうふうに考えてたの？いや、書けないですし、その時にしかやっぱ勢いとか怖いものなさ感っていうのはやっぱあるから、今書こうと思ってもその時の勢いとかその当時のようないい曲っていうのは僕は書けないと思います。書こうとしてもやっぱすごい人なんだね。それ言える人ってすごいなと思うんですけど、いや実はね、僕もずっと聞いてて分かったんですよ。書けないんだよね、きっとね。書けないと思います、ね、でその書けないってことを分かった上でやっていく人が長生きするんだろうなっていうふうに思ったんだけど、なんかそういうことを図らずもおっしゃられたから、もうだと思ってました。みんなそれはない当時から、当時からもう僕の場合はもう1年後にはもう書けないっていうスタイルの曲の作り方ではあるから。どういう意味？自分がやっぱ好きなものが変わっていくし、そこに情熱がどんどん変わっていくから、うんうん、やっぱ書けなくなるというか、あとなんか音楽を悲しいことでもあるんだけど、やればやるほど分かってきちゃったら、こう尖ったものがなかなかできなくなるというか、うんうんうん、こう誰かに引っかかる針みたいなのがどんどんこうなんか丸くなっていくというか、整ったものになるのがなんかちょっと面白みに欠ける。あの音自体はすごく良くなるんだけど、音楽自体、音楽も知るし、うん、機材も分かるし、レベルは上がるんですね。そうレベル上がるけど、うん、やっぱパワーとか若さとか勢いとか突出したものはやっぱなくなっていくんだなと実感はやっぱり毎回感じますけどね。2016年のスイートラブシャワーっていう山中湖でやったフェスの、なんか客がたまんなかったんですよね。いろんな方はもちろんフェスだからいるじゃない、ただ少なくとも僕の目には何組かいたお父さんが自分のちっちゃい子供を肩車して、それの横に奥様がいらっしゃるっていう、そのいわゆるなんかファミリー感みたいなね、全員がその感じで見ているように見えて、でなんでそういう風に見えたのかっていうと、やっぱりそこにオレンジレンジがいて、オレンジレンジの曲があったからなんですよ。僕にはすごい謙虚なバンドにオレンジレンジって見えて、それは自分たちの実績に対してもものすごくフラットだし、自分たちのヒット曲に対してもすごくフラットだし、だからといってそのヒット曲とそうじゃない曲へのバンドとしてのスタンスっていうものがものすごく一緒になっていて、だからヒット曲とヒット曲じゃない曲を届ける姿勢が一緒なもので、僕ら全部をすごくヒット曲と同じように届けられるような最高のライブバンドだなと思ったんだよね。多分子供を肩車してるお父さんとか、その横にいる奥さんはそのオレンジレンジのその曲で、それが花だろうがシャンハリだろうが、なんか自分の人生のきっかけとかいろんなものを持っていて、それをこうやって振り返りながら、でも今はここにもう一人いてみたいなことをちゃんと考えさせてくれる音楽の役割を持っている。そしてそれをライブで、それこそフェスだから多分3、40分でしょうね、でやれるバンドってすごいなと思って、なんかその時にオレンジレンジってものがすごく分かったんですよ、自分なりに。勝手にやっぱりバンドとしてそのちゃんと自分たちのやれることをちゃんとやろうっていうこととか、あと自分たちの音楽は何であるのかっていうことを全部受け止めて、そしてちゃんと届けようとか、全ての時間と全てのそのライブをちゃんと楽しんでやろうとか、なんかある意味それを受け止める力みたいなものが、僕は思うにはものすごく突出してるバンドだなと思ったからこそ、そういう風に感じたんじゃないかなと思うんですけど、俗に言うね、思春期の延長を
未だにやってるっていう、その感覚なのか、もしくはそれがある時期を経て仕事になって、そしていろいろあったんだけどまたその思春期に戻ってきたとかさ、なんかバンドのストーリーっていろいろあるじゃない。オレンジレンジっていう、それはどういうストーリーなの。もう一度ずっと思春期ですね。だからずっと感覚が一緒で、中学生のワイワイ感というか、僕だけ思ってるのか分かんないけど、やっぱそうじゃなくなったら音楽を作る楽しさとかがなくなってしまいそうで、昔からやってる思春期の人たちがやってるからちょっと変なことができるというか、だから例えば仮にじゃあ亮とかひろきがジャイアンだとしたら、僕は後ろでそうだそうだってスネ夫みたいなそういう関係性だから、うん、それが崩れちゃうと俺もなんか作る音楽がちょっとこじんまりしちゃったりとか、もしくは何か過剰に作っちゃうものになるってことだよね。なんかジャイアンがいるから何やってもジャイアンが守ってくれるやみたいな感じで無茶できるみたいな。すごく楽しかったなと思ったのは、あと発見があったんですけどね、僕はオレンジレンジってその昔はそのアウトプットしていくことにもう本当に、めちゃくちゃ一生懸命だった、まあ、だからそれ夢中だった、うんうん、バンドがちゃんと世の中っていうものもインプットしていくことによって、そのアウトプットしていったものをもう一回自分たちで吸収して、そこにすごく大きな説得力を、うん、特にこの10年間なのかな、5年間なのかな、持ったことによって、なんかさらに素晴らしいバンドになったんだろうなみたいな、よく言うジャーナリズム的な考え方で言うとそういうふうに思ってきていたんですよ。でも話を聞いてると、そういう部分ももちろんないことはないんだろうけど、それよりもなんか頑張らないでちゃんとそのままでいられる、うん、自分たちを、まあ、維持してきた、でそれがないとダメになっちゃうっていうことをどこかで分かっているから、どこかでそういう自分たちで言い続けるっていうまま20年間来れたっていうことが、だから結局その変わらないことがすごく今につながってるんだなっていうのが分かったことが、幸せな気持ちになったっていうか楽しかったなと思いました。鹿野さんも僕は印象はやっぱ一つのことに対する接し方とか入り込み方っていうのは多分変わらないんだろうなっていうね、立場は違うし年も違うし生まれも違うけど、まあ音楽一つ音楽っていうのね、入り込み方、入った時の引き出し方とかそれの理解力とかいうのがなんか男の子ならではっていうのがいつまでも続いていくんだろうなって、鹿野さんは何年後に10年後にやっても、うんうん、そういう一つのバンドに対してのこの興味 の, この入れ込み方っていうのは、ちっちゃなトミカを与えられた子供と、うん、多分の頃もそうだったのかなと思って、うんうん、そっかちょっと変わらないでいくんだろうなっていうのはなんか共感もできるし、ありがとう。ロックのプラモデルまた作ってる感じ。なんかそういうな勝手に想像して、本当いまだになんかそういう雑誌とかを読み返しているんだろうなとか、そういう好きなものに対してはとか、うん、